イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。まあ、ちょうど旅の祠も開けれていいかもしれない。よし、トラッパーズピークの旅の祠。あとはまだでもクエストあるな。ラハドの地図のかけら、ちょっと寄っていくか。どっから行くんだろうこれ。あ、これだな。あ、そっか。ここそういうとこだったね。そういう、何がいいんだろうな。あれを使うのはタンクがいいのかな。リソースがモリッと上がるやつね。でも全部の全部のスロット使うからね、ほんとそれだけになっちゃう気がしないでもないんだよね。リソースが爆上がりするけど、ほんとにそれだけ。あれ、私これもう調べたか。まあとりあえずコイントリデに向かいましょうかね。あとあれだ、このロケーションちょっと見てこう。追放者の、敵がいいのかな。何もいないね。追放者の隠れ家。あ、プレイヤーさんだ。なんか書籍があるわけでもない。洗濯物だね。このコーラルクラブは何時だ。あ、なるほど、これ食べてんの。ヤドカリ食べてます。ここからなんか上がっていけそうな、そういうわけじゃないね。滝の裏洞窟みたいなのがあるわけじゃん。道なのここ。
外れてる気がすんな。これだ。おたまき。ここから上。ああ、なんか見えてきたよ。これだね。正直に言うが、あれ、エメこんなに気楽な外交は久しぶりだよ。歩きて、話がある。キャスカどこにいるの。あ、いたいたいた。揃ったね。エメリックがキャスカを見て困ってるのは面白いわね。彼女がブレタンを食べたのは私の知る限りせいぜい 1,2 回だって言ったのよ。ないでしょうね、実際。あの猫が異常に大きいことは話したか。あれでもカジートだよ。驚くほど大きかったぞ。そして顔が上手いもん。一回、あの猫が異常に大きいことは話したか。驚くほど大きかったぞ。そしてかなり勇敢だ。アイレンが好むのもわかる。とにかく話があるそうだ。待たせない方がいい。完全にビビってん。輝く月が私たちを照らしてるよ。ジョーン登場ではね。あんたが来る前に匂いを嗅いだんだ。あんたが見つけた斧に残っていたような匂い。古いコイン砦の中だ。ザジの左耳をかけてもいい。自分の左耳じゃない。イルスカ王子に間違いない。ザジのなんだ。でどうしたら中に入れるんだ。アイレン女王は策略を使おうとしてる。奴らはお偉いさんを探してるからね。与えてやればいいんだ。なるほど、同盟の指導者の誰かを引き渡せと言っているのか。そういうこと。エメリックがあんたの囚人のふりをして正門に連れて行き、うん、奴らが中に入れるのを待つ。その間私と女王はあんたの合図を待つ。イルンスカーを解放できたら救出する船に合図を送る場所を探すんだ。なるほど、上級王が同意するならうまくいきそうだな。ただ同意してくれるかな。上級王も完全にそう同意する。 ありがとうさっさと行け、薄汚い捕獲者め。キャスカ来て、何があるか見に行きましょう。ええ、そうしましょう。面白いな。だって各同盟の指導者と冒険してんだ今。エメリックとアイレンとで、多分この後イルンスカも出てくるでしょ、うん、普通前歩かせるんだけど、前か。貴族を一人捕まえたんだな。おい、その囚人をすぐに連れてこい。懲戒兵、門を開けろ。その前に金をよこせ。旧コイン砦。砦？聞いた限りではコイン男爵がここから島を見渡していたんだそうだ。今は緑の大蛇が活用しているわね。囚人ガグクルーグ。多くの人名は呼びづらい。ガグクルーグ。大蛇をおびき出す。準備はいいか。お任せあれ。話せこの礼儀知らずめ。リーシュ G が欲しがってる貴族だ。上級王エメリックは何者にも囚われぬ。準備はいいか。いいですよ。
しょう。よくやったわ。よし、キャスカと私が陽動する。なんで手伝ってくれなかった、なんで手伝ってくれなかったんだ。メカ、道は確保した。イルンスカー王子を探そう。うん、探しましょう。行って、私たちは緑の大蛇の注意を引く。後で会おう。死ぬなよ。今がチャンス。王子を探して、私たちは騒ぎを起こしてできるだけ大蛇を引き寄せる。その後で儀式ができる場所を見つけて、あなたの船が嵐を抜けられるようにするわ。そうしましょう。で、王子はどんな格好してんのかな。から来た。なんだこのな、虎の鳴き声。キャスカか。あんま調べていかなくていいのかな。どんどん行っちゃっていいのかなこれ。あ、いる。彼が死ねば超越騎士団は約束を守れないだろう。なんだ、やられてんのか。王子、ああ助けが来たと思っていいか。いい準備運動になんでそんなズタボロの服着てんだ。私はイルンスカー王子。ウィンドヘルムとスカイリムの王位継承者だ。お前は緑の大蛇には見えない味方と考えていいか。ここには上級王エメリックやアイレン女王と一緒に来た、助けるために。では三同盟の指導者はみんな生きているんだな。ああ、よかった。私は岸に着くとすぐに大蛇に襲われた。返り討ちにしたが、スカルドー・ジョルンの息子といえど一人で牢獄のギャング全員とは戦えない。あまりにも数が多すぎた。なるほど。で、これは父親の斧だ。来てくれ。岸に着いたら船に合図を送る。スカルド王の斧、スーンギル。またこの力強い刃を手にできるとは。だが、まだ脱出するわけにはいかない。この剣の背後には超越騎士団とかいう組織がいると、大蛇の奴らが言っていた。その騎士団の指導者、王と魔導士がここにいるんだ。今時期が悪い、イルンスカ王子。指導者たちをハイアイルへ送り届けなければならない。ああ、行くさ。超越騎士団の指導者たちを始末してからな。ああ、ノルドだなお前。エメリック上級王は同意するだろう。もちろんアイレン女王も。行こう友よ。反逆者など一撃で片付けられるさ。分かった、一緒に超越騎士団の指導者たちを片付けよう。スーンギルを取り戻して力が湧いてきたよ。超越の王と魔導士を探そう。ノルドの戦士を襲うとどうなるか見せてやる。なぜ父親は和平交渉に出席しないんだ。ああ、ついに聞かれたか。公式には私の進歩をジョルンが望むからとなっている。パクトはあらゆる方面の脅威と対峙するまとまりのない同盟だ。スカルド王には負うべき多くの責任がある。父はついにその重責の一つを私と共有することにしたということだ。なるほど。非公式には、非公式の理由か。あの意地悪親父は夜にベッドを温める相手がいるから家から離れるのを拒んでいるんだよ。ブリュンヒルデという愛らしいリフテンの小娘だ。ブリュンヒルデ、親父殿はこの上なく幸せなようでね。とにかく自分の代わりに私を旅立たせパクトを代表させたかったというわけだ。すげえ名前だな。戦乙女の名前じゃねえか。その騒ぎの後だが、まだ和平交渉に参加する気はあるのか。希望とは父のような詩人向けだよ。私は戦士だ。危険の最初の兆しがあれば戦うことも辞さない。
この会話から何も得られないとしても戦場を去る時を決めるのはエメリックやアイレン、そして私だ。なるほど。自分のことを話してほしい。いるんですか、王子。ウィンドヘルムの王子に興味があるのか。まあな。何を知りたい。私には何一つ隠すことはないぞ。どうしてエボンハートパクトは結成されたんだ。こんな話ここでするか。経緯を知らないのか。いや、知ってるんだけど。なぜ我ら異なる3つの種族が赤ビリの侵略者を撃退するために団結したのかを。ずっとそう思っていたわけではないが、ノルドとダークエルフやアルゴニアンは協力すれば真に強くなると思っている、うん、それは自分の目で見てきた。そうだな。王子として仕事をするようになる前は何をしていたんだ。私の役割の話か。私は生まれてからずっと王子だ。私が幼い頃は同じ頃のお前の生活とはおそらく違っていただろう。狩りをして戦い、失敗から学んだ。高い峰から激しく落ちる凍てついた滝を浴び、娯楽として狼と格闘する、それが日常だった。なるほど。確かに HC やとはうまくやってんのか。うん、随分と個人的な質問だな。そうだな。私とスカルドーの関係は複雑でね。父は教えを与える機会を好んだ。彼の物語を伝えるためにね。だが父は今も私が歌えないこと、そして常に夢見ている父と息子のデュエットをずっと拒否していることに失望しているんだ。ああ、再びお前を手にできた。寂しかったぞ、スーンギル。アイレンとキャスカを探す。君の合図を待とう。分かった。どっちにいるんだろう。こっちだな。行きますよ。あれ、ジョキオ。どこ行った。まあいいか。なるほど、イルンスカーが来たからジョキオはちょっとお別れなんだね。まあ王子の実力を試すいい機会だ。いたな。あんまり強くないな、それはね。あ、吹き飛ばすんだな。それはありがたいよ。相手をスタンさせてくれるのはありがたい。ただこれが戦士の戦い方だな。仲間割れしてたね。食べ物が悪くなってきたと思う。どうした。でも鼻にかけたらダメだよね。これはゴキブリ。ゴキブリがいるな、ここは。センチ訓練された。お、いた。話を聞かせてくれ。超越の王の話。本日中に行方不明の貴族をお届けします。その言葉、たがえるな。彼が超越。魔道士、騎士団を招集せよ。明日、ハイアイルで会おう。よし、無償か。ちょっと、おい。おお。行きましょう。まったく。ゴキブリでした。前の相手は俺だ。あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。今はその話はなしだ。脱走は許さない。こいつだけ。あ、違う、ボスだこいつ。従者カリベア。あ、終わった。さあ行け。外で道を見つけて船に合図を送れ。私には時間が必要だ。思ったほど回復していない。大丈夫か、一人にして。そこに座んの。いや、一緒に行こうぜ。危ないだろ、そんなところに座ってて。まあいいか、必ず合流しろよ。何のためにここに来たか分かんなくなるからな。
もう一回捕まってたら。ん？こっちじゃない。なんかあんな。あ、これか。コイン取れてるのみんなって。海が見える。信号を使うのにいい場所だ。あ、戻ったか。これだね。よし、ここで。どうなるのこれ。ショールの骨にかけて、はい、あの光はウィンドヘルムからでも見えるだろう。なるほど。港に行こう。そんなに高いところで輝いてなかったけどな、見えるの？真っ暗だ。こんなんで霧いたけど。大丈夫なんかな。どうやって降りるの？あ、こっちか。こっちに来る。あれは？嫌な予感しかしないけど、さっきのやつだね。緑の蛇の戦うことになるな、これは。あ、でも揃っていらっしゃる。足止めして、儀式を使って私が嵐を沈めるわ。なるほどな。緑の大蛇よ、攻撃せよ。女王に近づかせないで。俺の殺してやる。ちなみに私もビビってる。よし、じっくり行こう。お前はミンリーが倒す。あ、タウント入んねえなこれ。ロースラッシュだこれ。よい、ミンリーがやられちゃう。この嵐じゃ船は来られないぞ。そうだな。あのね、感じ悪くなりたくないの。アイレンが動いている。風よ、波よ、潮よ、我が声を聞き怒りを鎮めたまえ。さすがです、女王。あらあら、すごい。うまくいったね。信じられない。彼女はやったんだな。すごいな。船に乗って、早く。ドラゴンボーンがやるやつみたいだな。あの名前忘れちゃったけどね。ちょっと待って。さあ、今すぐ船に乗るのよ。急げ、歩きて。急がされてる。エメリックは話せない。ポジは話せる。あまり時間はないぞ。そうね。行こう。全員見つけたんだな。キャスカまで。友よ、命令してくれればザジがあっという間にマンドレイク邸まで送るぞ。お、これが PPA2 号か。ちょ、待って、なんかカラーリング落ち着いちゃったね。なんかさすがに貴族乗せるからなのかな。ちょっと待って、まずは話そう。大胆な救出に見事な脱出。よくやったぞ。マライア女王に話をするのが楽しみだ、うん、同盟の良さはどうだ。それでカバナントは強い。耐え難いほど座り心地の悪い玉座に置いたデコボコのクッションの上で、私は自分にそう言い聞かせている。いいか、我々はこの数年で多くのことを成し遂げてきたが、教えてくれ、この時代に平和を望むのは無謀なことなの？それが会議の目的じゃないのか。その通り。ハイロック、ハンマーフェル、ロス川の民は共に未来を築くことを求めている。君もその一部となっているな。そうだな。いつかカバナントは勝利を収める。それは疑う余地もない。だが、より早く平和を獲得できるなら試してみるべきだろう。どうしていた、陛下？変わりないよ。気遣ってくれてありがとう。
君がカバナントのために私の代理として行動してくれたのが遥か昔のことのように思えるな。そうなんであれなんであれ、君が再び私のそばにいるのは実に喜ばしいな。なんかいろいろ増えてる。オルシニウムで起きたことについてどう思う？クローグ、彼については複雑だ。文字通り私の命を救ってくれた。彼の死とバズランが権力を手にした際に君が果たした役割、あの時の状況に鑑みれば全て理解できる。だがその話を聞いても陰鬱な気分にならなかったといえば嘘になるな、うん、バズラグとはうまくやっているのか。何度か宮殿に招待したよ。彼はクログが好んだエールの樽を携えてやってきてな、亡くなった戦士たちを忍んで乾杯したよ。そういうつながりがなければ強い同盟は築かれない。わかるだろう、うん、スカルド王の名前が出ていたが、なぜ彼は会議に来ないんだ？いい質問だ。当然スカルド王ジョルンは招待を受けている。だが我々がモーンホールドから受け取った正式な返答は簡潔なものでね、息子がパクトを代表して交渉するということだそう。これ聞いたな。大胆な救出に見事な脱出、よくやったぞ。マラヤ女王に話をするのが楽しみだ。ちょっと待って。変わりないよ、気遣ってくれてありがとう。君がカバナントのために私の代理として行動してくれたのが遥か昔のことのように思えるな。そうなんであれなんであれ、君が再び私のそばにいるのは実に喜ばしいな。多分私のなんかこう歩んできた、うん、道のりをここで聞けるんだね、うん、ブラックウッドで起きたデイドラの陰謀については聞いたか？ああ、恐ろしい報告だった。あれだけ多くのことが起きた後では世界を支配しようとするデイドラ公がもう一柱いても驚かないよ。だがな、皇帝が子供を武器にしていたのは許しがたい。ロングハウス邸は節度があることで知られていたわけではないよ。だが確かに不愉快極まりないな。君のブラックウッドでの行動は驚嘆に値する。素晴らしかったよ、うん、あとは大胆な救出に見事な脱出、よくやったぞ。マラヤ女王に話をするのが楽しみだ。ダメかな、聞かなきゃ。いい質問だ。私にとっては問題ない。イルンスカーは多少面倒なところがある男だと聞いてはいるが、皆そういうところはあるものだろう。おそらくジョルンはこの機会を訓練として利用するつもりなのだろう。イルンスカーが事態を悪化させなければ何かを学んだということだ。うん、同じだな。大胆な救出に見事な脱出、よくやったぞ。マラヤ女王に話をするのが楽しみだ。イルンスカ王子と超越の王や魔導士を阻止しようとしている間何をしてたんだ？気になるか？ずっと忙しくしていたよ。私たちは砦を避けて通り、大蛇の軍団を足止めし続けた。キャスカは本物の勇者だったよ。私とアイレンが一人を相手にする間に三人の悪党を切り倒していたのだからな、うん、超越騎士団が和平交渉への、和平交渉への到達を阻止しようとしているな、阻止しようとしていたのはなぜだと思う？奴らの話からすると超越騎士団が白ディールでの戦争の終結を望んでいないことは確かだ。少なくとも我々の誰かが大いについている状態ではな。うん、奴らはこの上なく邪悪だ。慈善活動という善行の裏に悪意に満ちた欲望を隠している。なるほど、戦争で金儲けしている奴ら裏にいるってことじゃない。ありがとう。また船の甲板を足の裏に感じられて嬉しいよ。ザジと合流できたしね。あの怠け者は私がいないとダメなんだ、うん、そんな気はする。王子、超越の王と魔導士は臆病者だ。どちらも戦おうとしなかった。あれが騎士だって？笑わせるな。だが奴らの計画は分かった。超越の王はハイアイルで会合があると言っていたな、うん、マンドレク邸に戻ってレディアラベルに伝えなければならない。そのこと
そうだな。私が捕まっている間に得た情報を彼女に伝えてくれ。この事件の背後には超越騎士団がいて、その者たちは超越の王と魔導士に率いられていると。うん、それはもう分かっている。そうなのか。そう。まあ、奴らがハイアイルでの大規模な会議を計画していることは、超越の王の話を聞くまでは知らなかっただろう。これは重要だぞ。それから、王は緑の大蛇が私たちを届け次第、すぐに殺すつもりだったことは知っていたか。そうなの？うん。超越騎士団は指導者たちを皆殺しにしたかったのか？ああ、間違いなくな。奴らはそれを見せ物に従っていた。奴らの言葉を聞いて分かっただろう。超越の魔導士と王は権力を渇望している。三同盟の指導者が倒れれば奴らは祝宴を挙げるだろうな。なるほどな。これほど楽しい思いをしたのは数ヶ月ぶりよ。冒険者だったからね。悲しいことにね。正直に言うと儀式がうまくいくかどうか分からなかった。失敗してもザジがうまく嵐を乗り越えて来てくれたはずだと考えましょう。それがいいわ、うん、陛下はどうしていたのですか？エルフの魂が試される時代だと言われているけど、なんとかうまく乗り越えてきたと思いたいわ。最初にあなたと共にした冒険は何十年も昔のことのように思えるわね。誰かとジャングルに閉じ込められる運命なら相手があなたで嬉しいわ。こちらこそ。ラズは最近どうしてます？ああ、私の瞳ね、うん、日々陽気になっていってるわ。最後に交わした会話は国政に関することでも私の身の危険のことでもなくて、グラウッド大使の立派なお尻のことだった。もう釘付けよ。なるほど、うん、彼が一緒にいなくて驚いた。事前に下準備をさせるために送り出したんだけど、あの猫はどこに行ったのかしらね。あれもしかして出てくるんじゃないじゃん。私は何の問題も起きないと断言したのよ。これだけ内密かつ入念に計画したのだから、何事もなく船旅ができるって。天の星にかけてどれだけ文句を言われることか。でしょうね。聞きにくいが、どうやって騎士団の攻撃は成功したんだ？あれは入念に計画された卑劣な襲撃だった。私には召喚された嵐の魔法が感じられたわ。アルケインの防備は一切機能しなかったから、何らかの手段で遮断したんでしょう。嵐が制御不能になるほど激しくならなければ今頃は死んでいたと思う。これほど楽しい思いをしたのは数ヶ月ぶりよ。悲しいことにね。正直に言うと儀式がうまくいくかどうか分からなかった。失敗してもザジがうまく嵐を乗り越えて来てくれたはずだと考えましょう。それがいいわ。港にたどり着けると思います？エメリックと私の間に割り込んだ緑の大蛇は強風に煽られた木の葉のように飛び散ったわ。キャスカの迫力のおかげで残りはさっさと持ち場を放棄した。あなたの信号炎を見るまで儀式を始めるのを待っていたの。なるほど。超越騎士団には今後も悩まされると思いますか？間違いないでしょうね。彼らは私たちを殺すために嵐を起こし、船を3隻沈めたのよ。指導者たちが生きてる限り彼らは降伏しないでしょう。ともかくエメリックとイルンスカーと私はまだ生きている。あなたのおかげよ。ありがとう。信号が上がった時ザジの船が一番近かった。どうだ、これがパーフェクトパウス2世だ。とにかくできるだけ早くマンドレク邸へ戻ることになっている。指示を受け次第こんな場所から出ていくぞ、うん、こんな場所から出ていこう。まああれだね、1号よりはちょっと広いね。よし行こう。私がやるの。なんかあれだね。船の操舵任されるな。あんたも雨の巣を生き抜いたんだな。レディ・アラベルはできるだけ早く邸宅へ戻れと言っている。うん、そこで会おう。
きっとレディ・アラベルには俺にやってほしいことがあるはずだ。ここだけの話だが、この仕事はそんなに悪い気もしないんだ。彼女には言うなよ、うん、お前でも影が薄いな。もうちょっと活躍してくれよこのナビゲーターはよく旅をするのね。この島の脅威を残らず体験できたことを願うわ。中途半端に味わっただけで出ていくのは良くないもの。それで行き先は？まだ中途半端なんだよな。もうちょっと堪能していく。これは？これはどこ行き？ハーメノス監獄と歌いながら。どこにいたっけな。リガート、あ、これかここにいたか。ちょっと待って、でもとりあえずマンドレクテ行こう。泥棒いるね、いっぱい。やっと同盟の指導者を助け出すことができたね。アルキテ、レディ・アラベルが探してた中庭にいるよ。あ、本当に？ザジと話せない。話せない。中のメンツ増えてたりしない？うん、中庭にいるんだな、みんな多分。あら、英雄のご登場ね。いたいた、うん、よくやってくれたわ。その前に素晴らしい。みんな酒を飲もう。とりあえずウィンドヘルムの王子がおごるぞ。いやいや、しっかり守れよ。今のところは安全だが、戦いは始まったばかりだ。まずイルンスカー王子にそれなりの服を渡してあげてくれないかな。なんでボロなんだよずっと。3人の王族とやけに大きな猫。悪い救出じゃなかったな。イケてると思うよ。お前はなぜそこにいなかったんだ。タムリエルに多大な貢献をしてくれたな。同盟の指導者たちを救出し、和平交渉を可能にしてくれた。レディ・アラベルが君を選んだのは正解だったよ。で、いつ和平交渉を始めるんだ？もうすぐだ。だが、代表団は想像もできないほどの苦難を味わった。彼らは必要ないと言うかもしれないが、休息が必要だ。代表団を安全な場所へ移動させ、休息の時間を取ろう。それから会談を始めればいい。超越騎士団については？もちろん騎士団の脅威は未だ健在だ。だがレディ・アラベルが我々の安全を保証してくれると信じている。私が会談の準備をする間、彼女が騎士団に対処してくれるだろう。超越の王と魔導士は一度私たちの不意をついた。次はそうはいかん。頼むよ。我が友よ、今回の件のあなたの活躍に三同盟の指導者たちは感謝しているわ。ドミニオンの女王はあなたの行為を忘れない。ただ祝うのはまだ早い。超越騎士団を片付けないとね。そうですね。感謝するよ。長く続く平和のため交渉するつもりだ。アイレンとイルンスカーも同じ気持ちならばな。だが超越騎士団を片付けるのが先だ。あの狂信者どもは我々の計画を潰そうとしている、うん、私はスカルド王の意向通り和平交渉に参加する。まず服着てください。アイレンとエメリックが今の状況を悪用しようとしなければの話だがね。しかしエメリックも言っているように超越騎士団への対処が先だ。よく同盟の指導者たちを見つけてアメノスから連れ戻してくれたわね。誇りに思うわ。
これからバカロ教と私でもっと安全な場所に連れて行く予定よ。そしたらまた超越騎士団に注意しましょう。超越騎士団はハイアイルのどっかで大きな集会を開こうとしていますよ。イルンスカー王子からそう聞いてるわ。そこに行きましょう。まずは休んでおいて。私は賓客たちの無事を確認するわ。とりあえずここまでの報酬を渡すわ。頼りにできるならいくらでも払うつもりよ。ありがとう。あなたのおかげでようやく王族がハイアイルに到着したわ。超越騎士団の作戦は失敗したけれど油断はできない。同盟の指導者たちがここにいると超越の王や魔導士に知られたら狙ってくるはずよ。必ずね、うん、和平交渉が始まるまでどうやって同盟の指導者を守るんですか？バカロ教と相談して安全な場所を確保してあるわ。そこなら大丈夫。ここまでは守りに回ってきた。今度はこっちから超越騎士団に戦いを仕掛ける番よ。私たちの反撃はあなたがアメノスで耳にした超越騎士団の会合から始めましょう。そうだ。超越の王と超越の魔導士はハイアイルで騎士団を集めようとしている。集合場所を特定する方法はわかると思う。あなたが出かけている間にミストマウス洞窟で動いていた超越騎士団に関する報告を受け取ったの。調査すべきね。運が良ければ私たちで王と魔導士を捕まえられる。ミストマウス洞窟ね、うん、捜索を手伝おう。ミストマウス洞窟はハイアイルの北岸にあるわ。無法者や海賊が好む場所よ。そこで会いましょう。もう一度ジャカーンと詳細を打ち合わせなきゃならないの。あいつったら聞いたことをすぐ忘れるのよね。同盟の指導者たちはこのマンドレク邸で安全なのかな？より安全な場所があるのよ。バカロ教とベイリシアと私は魔術師ギルドの協力を得て前期の小島の会議場を強力な防護呪文で守っているの。なるほど。代表団があの結界の中にいれば安心していられるわ。では和平交渉は進むのかな？同盟の指導者たちが無事ここに着いたのだからそうなることを望んでいるわ。けれど彼らは大変な目に遭った。少しばかり立ち直る時間が必要よ。それに超越騎士団にはこれ以上邪魔されないように取り計らわなきゃね、うん、洞窟を一人で調査したいのか？私のことが心配なの？大丈夫よ。私はランセルが愚かな戦争を始める前からこの地域への危機に対処しているのよ。野党やトロールとかね。この諸島で私の手に負えないことなんてないわ。でも気にかけてくれてありがとう。これはいいね。今までのことをもう一度おさらいするだけだから。どうして反撃しないの？ドミニオンは一撃で超越騎士団を潰せるのに。ドミニオンの戦士にブレトンの騎士を踏ませるわけにはいかん。この件はダガーフォールカバナントが片付ける。お前の艦隊を呼べ。私は出ていく。エボンハートパクトは攻撃の脅威の中で交渉はしない。しばし我慢を。微妙な状況だから私たちに任せて。さあジャカーンと行って、安全な場所で会いましょう。あら、いるんすか？いつの間にか呼ばれてた。お前はそれなんだね、ずっと。まあいいけどさ、似合ってるからそれが。じゃあ、あとはお願いしますよ。メダルを充填したわ。これで代表団に返せるわよ。なんて奇妙な魔法。美女揃いですね、今。ベイリシアのアルケインの技はとても印象的ね。メダルに吹き込まれた魔法は彼女の巧みさと力の強さを表しているわ。彼女がドルイドの魔法を学び、私は彼女の技を学ぶ。お互いに学ぶことがたくさんあるわ。いい関係ですね。超越騎士団が代表団の船に何をしたのかわからないけど、私がメダルに入れた魔法は消えてしまったわ。幸い様々な守護は回復できたけどね。代表団が安全な場所に入るときに必要になるわ。うん、相変わらず言葉の間が長いね、君は。ザジが見つけた船がパーフェクトパウス2世って名前にふさわしいかは疑問だね。新しい船員を鍛え上げて水漏れを直せば。とにかくザジと私はいつでも手を貸すから、
声をかけてよ。うん、ありがとう、キャスカ。またどこかへ行くのか。同行したいが、アイレン女王がパーフェクトパウンス2世を必要とするかもしれない。それにキャスカが綺麗に従ってるんだ。船のことだぞ、化粧じゃないぞ。分かってるよ。なんで今ここにワープさせられた。他にはズゾ船長。ジャカーンに同行してイルンスカー王子たちが無事に安全な場所へ到着できるようにしよう。もう超越騎士団の好きにはさせん。いや、しっちゅうこねながら言われてもな。ミストマース洞窟？そこなら知ってるわ。北から西の海や島々を監視するのにいい場所よ。超越騎士団があの周辺を利用してもおかしくはないね。うん、レディー・アラベルから目を離さないでよ。彼女は現役を退いたのを忘れがちでね。そうなんだよね、心配になっちゃうんだよな。確かに優秀な方ではあるんだけどね、もういい加減お年を召してますから、あまり過信しないでほしい。上なんもなかったっけ。よし、じゃあ、そうね。